どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。いよいよ年の瀬も近づきということでクリスマス週になったんですけれども、いきなり日経平均は600円安、クリスマスラリーどころかトランプ時代の悪魔のクリスマスを彷彿するかのような嫌な滑り出しになってますね。相変わらず難しい日本市場の形なので、今日は新たにトピックスのコア30、これもね、引っ張り出して見ています。果たして反発期待できるのか、それともズルズルなのか、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速、12月21日、日経225オプション考察、始めていきましょう。はい、本日のメニューです。今日もチャートはボリンジャーバンドを見ています。それからオプション手口、先物手口と見て今日の着眼点という形で進めていきます。今日はね、月曜日 JPX からまたオプション手口開示されているので、そこもしっかりと見ていきましょう。はい、月曜日はオプション投資ラボメンバーシップのお知らせをさせてください。すでにメンバーシップ開設して、これで3週目になりました。まあ、有料のサービスなんですけれども、毎日こんな形で、オプションの手口ですね。この動画で、無料の動画ではゴールドマンとアムロの手口を公開しておりますが、それと JP モルガン、クレディスイスを追加して、さらに、まあ、大体ね、19時から20時、まあ、最近ちょっと20時になってますけれども、それぐらいに動画の前にこの手口表を PDF で公開をしています。メンバーの方限定でということで公開をしています。また、オプションをやらない人にとっても、まあ、毎週1本ね、こういう解説動画をアップしています。日曜日ですね、12月の19日上げた動画では、米国のチャートの特集とか、日経平均と連動性の高い米国のチャートを深掘りしたりとか、あとニューヨークダウとか、まあね、天井サインがどうなのかみたいな考察とか、あとは、無料のこちらの動画でも出してますけれども、マザーズですね、そろそろ反転っていうところの作戦なんかもご紹介をしていて、30分からね、40分ぐらいという、まあかなりボリュームのある動画を毎週1本お出しをしております。ぜひ、このね、メンバーシップの方も覗いてみていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、それでは12月20日の相場概況ですね。日経平均終値、27,937 円、607円安、マイナス 2.13% ということで、28,000 円を割れてきました。で、トピックスもほぼ同じ、マイナス 2.17% ということで、1941.33、マイナス 43.14 で終えています。それから冒頭でもお話をしました、マザーズが下げ止まらないということで、まあ今日朝方ね、なんとか、963とか965とか、まあ、そのあたりで踏みとどまってたんですけどね、まあ、結局5番まで来てずるずるっと力尽きたという感じで、今日も 1.6% 安ということで 948.28 マイナス 15.38 というところで、まあ、だいぶいいところまでやってきたので、そろそろこのあたりで下げ止まるかどうかですね。次に売買代金、東証一部、今日は2兆4541億円ということで、まずまずしっかりですね。まあ、昨日3兆円超えたんですけれども、もう今日あたりからもっと換算になるかと思いきや、2兆5000億近くできているということになっています。マザーズは1800億円ちょうどでした。次に恐怖指数ですけれども、VIX が 24.88。そして日経平均 VI がなんとプラス 4.47。まあ確かに今日607円安なんですが、ね、金曜日と、それから今日で1100円ぐらい下げてるから、まあ一気にボラティリティ上がってきてもね、それは当然なんですけど、まあとはいえ、一気に上がってきて 24.56。もうね、25超えると、黄信号、イエローサインですからね、ちょっと注意をしないといけない試合になってきたということになります。はい、それではここからは日経平均日足のチャートを見ていきたいと思います。今日も大きな陰線。これわずかに今日も窓を開けてるんですね。なので、この、ここの終値からここまで2日間で1100円下げてきました。で、もうね、一気にこの9月の14日の高値からずっと、まあ、終値近辺を結んだ上値を切り下げてくるラインと、それから10月の16日につけた安値から、12月の頭、11月の末ですね、つけた直近の安値のところ、ここも終値ベースで結ぶと、まあ、わずかに下値を切り上げてくる、このサポートラインが引けるということで、まあ、三角持ち合い。まあ、どっちかっていうとね、これ上昇とかフラッグというよりも、上値だけ切り下げてくるような形のフラッグになってますけれども、で、この
下限に近づいてるんですね。そして明日このままだとパラボリックが陰転してきますということで、まあ一旦このラインのところでね、下げ止まるか、もしくは直近安値、12月の2日につけたこの安値ですね、このあたりの水準、ここを割ってくる流れになるのかどうかってことですね。ここ割ってくると、もうそれこそね、10月の安値、それから8月の安値という形で、もう、移動平均線、日足の移動平均線は一切ありませんから、もう本当にこの直近の安値を割り込んでいくかどうかということになってきて、まあ、やはりこのね、下の青い線を下抜いてしまうと、このチャートからはかなり危険なサインになってきます。それからモメンタムも、もう今日一気に下落したことでゼロラインをまた割り込んできました。なのでもうこれはね、明確にやっぱりこことここ戻り高値だったというふうに見ておかないといけないチャートになってきたので、もう本当に正念場ですね。ここをずるっと割り込むか戻せるかどうか、まあね、ちょっと割り込む可能性が高まってきてるので、市場にね、割ったら走る可能性があるので、まあそうなるとボリンジャーバンドとか一目均衡表で次の節を見ないといけない。もしくは、フィボナッチ、もしくは週足という形でどん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 ね、フェーズが変わっていきますから、ちょっと下落の方にスピードが出た場合は注意が必要になります。はい、ということで、そのスピードね、下落のスピード等々を見るためにボリンジャーバンドを確認しておきますが、まだ今日のところは全てのバンドがこの下落ということで全体的に下落なんですけれど、まだ一気に開くような流れにはなってないですね。ただちょっともうマイナス2シグマ3シグマが下に反応をしていると。で、今日のところはこのマイナス1シグマで下げ止まらなかったということですね。マイナス1シグマが今日 28,123円というところで、終わり値が 27,937円ですから、まあ、結構ね、ストンと割り込んでしまっているということになります。ですから、まあやはり明日このマイナス1シグマ、まあ明日はまた少し下がってきて 28,100円ぐらいの位置になると思うんですけれども、そこを奪還できるかどうかですね。もしくはこの下、今日の時点で 27,500円を割ってますね。 27,452円ということになりますから、本当に 27,500円という節目を割り込んでくる流れになるんですよね。マイナス2シグマにタッチしに行くということは。ということで、まあ明日、そうですね、だいたい300円から400円ぐらいもう一段下げてくると、このマイナス2シグマというところに来ますから、明日そのような動きになった場合はもうまたマイナス2シグマ3シグマの間にバンドウォークという流れになりますから、まあ、本当にね、このあたりですね、直近の安値 27,588円とか、そして 27,450円とか、まあ、このあたりを下に抜けてくるような展開になった場合は、まあ、ちょっとかなり要注意ということになります。はい、それではここからはオプション手口を見ていきたいと思います。まずは海外勢合算で、今日は月曜日ですから、開示されたのがなんと先週と同じ位置ですね。 28,250円から28,750円ということで、まあ同じ開示エリアだったので、今日のデータは本当に、あ、ちゃんと合ってたんだと。珍しいんですけどね、 JPX から開示された値とこちらで集計してる値がほぼほぼ同じになるっていうのはそんなないんですけど、今回はね、かなり、まあ、各社ともよく似たというかね、ほとんど同じだったので、まあしっかりとここの集計は時間外とかで変なトレードが少なかったんだなというところで、で見ておくと、まず海外勢合算でこの開示されたエリア 28,500円を中心としたエリアはコール買いのプット売りなんですね。コール買いのプット売りという状況で、28,500は先週通り1796枚の買い長。ただしそこに対して今日月曜日1197枚と、まあ、3分の2一気に売り決済をしてきた形になってます。ですから、コール 28,500 が637枚の買い越しと一気にここがシュリンクしてきました。ということで、まあ、コールサイドですね、まあ、ATM よりもちょっと上という 28,500 円近辺のところはまだコール買いが買い長の状態ですけれど、もう1200枚ぐらいまで一気に圧縮されてきたので、そんなにこれね、上が強くなくなってきたと。そして29,000のコールは今日も204枚売り乗せされてます。ここ残高出てないので何とも言えないんですが、まあ少なくとも先週から今週で550枚が売りに回ってきてるということで、29,000よりも上がね、そんなに強くなくなってきたぞと。まあこれ残高がわからないからな、ここがちょっとなっていうところあるんですけれども、まあね、もしかしたらここが買い長の状態かもしれないにはせよ、まあ一旦29,000から29,250円ぐらいのところはコール買いが決済されたりとか売りが積まれたりということで、ちょっとね、弱含んできているということになって、まあちょっと上値がね、もうこの下落によって
29,000 円よりも上っていう風なこうね、見た目というか見立てがねなくなってきたということですよね。で、一方でプットの方はATM 近辺 28,500 のところは203枚の売り越し、それからここは開示されてないんですけれども 28,000 のプットが先週まで564枚の、まあ、売りという試算になっていて、で今日77枚売り乗せということで640枚ということで、まあ引き続きプットの方はまだプット売りなんですね。なので 28,500 円近辺で見るとプット売りのコール買いですから 28,500 円ぐらいよりも上っていうところを見ている。 28,500 円から 29,000 円の間ぐらいですかね。ただ 28,000 を割り込んだ時のために 27,500 のプットっていうのが累計で 1,180 枚の買い越しになってきてるんですが、今日さらにその500円下 27,000 のプット661枚売り越しということで、まあ下に下がってるのでさらに下を売ってプレミアムを取りに来てるということなので、まあ、このね、28,000 近辺よりも下がらないっていうのが全然鉄壁ではなくて、まあ、実際もう割れてきてるわけなんですけれども、で、まあ、その下に行った時のために 27,500 のプットでヘッジをしつつも、まあ、その下、これね、これデビットスプレッドにちょっと持っていくような形にも取れなくもないので、まあ、そんなに、まだね、現時点でも下方向に強いプット買いが発生してるわけでもない、プット売りが決済されてるわけでもないという形にはなってるということで、まあ 28,000 円をちょっとオーバーシュートして割ってもそっから戻すんじゃないかなと。ただし戻すといっても 29,000 円ぐらいまでというね、まあ、非常にちょっと狭まってきたところにこうポジションが置かれてきたのかなという気がします。はい、次にゴールドマンですけれども、ゴールドマンは今日はコールを、ごめんなさい、プットを売ってきたんですね。で、コールはほとんど触ってきていない。で、まず先週までの流れとしては見ていただいて分かるように、まあ、29,375 のコールを540枚、それから 28,500 のコールを260枚という形で、まあ、コール売りの方がちょっと枚数が多い。で、プットもちょこちょこ売ってたり、ファーはちょっと買い越しになったりというぐらいのバランスなんですけれども、なのでどちらかというと 28,500 円よりも下ぐらいの目線を見ているっていう状況だったんですけど、今日ですね、プットの 28,000 円を300枚売り乗せをしてきて、累計425枚の売りということになってきて、まあ、株価が下落してきてる中で、まあ、プットの売りを入れてきてるんですね。ですから 28,000 円ぐらいで一旦下げ止まると見てのプット売り、まあ、現実は少し下抜いてるわけですけど、ということで、まあ、まだね枚数少ないし序盤でもないか中盤なんですけど、まあ、ゴールドマンは結構ね下 28,500 よりもまあ下行く分には全然いいよぐらいの感覚だったのが、 28,000 に今度プット売りを入れてきたことで、まあ、一旦 28,000 から 28,500 円ぐらいを意識しているようなポジションなのかなという形に見えます。はい、次にアムロです。アムロは基本的に上目線という形で、まあ、メンバーシップの動画なんかでもお伝えをしているんですが、今日はコールもプットもね、もう売り一色という形で、どっちも大量に売ってきたという流れになってます。で、注目すべきはやはりこのコール 28,500 ですね。これ残高開示で328枚買い長だったことは開示されたんですけれども、今日ここを1080枚売り決済プラス土天の売りということで750枚の売り越しになってきました。で、そうして見てみると、まあ、コールサイドですね、この ATM28,000 円よりも上のところっていうのはほとんど売り越し。で、29,500 円ぐらいのところにちょっとコール買いを入れているので、まあ、一旦上に行けばもちろん上に行くほど利益になるんですけどね、コール買いがここに入っているので。ただ、一方で29,250までは、もう累計で2000枚近いコール売りを入れてきているということにもなるので、まあ、そんなに上は見ていない、つまり29,300円以下ぐらいっていう形で、まあ、それを抜けた時に、コール買いで、まあ、利益を出すための、まあ、ヘッジというかね、なんか入れていると。ただ、開示されてないので、今日ここがどうなったかはわからないということで、コールサイドは一旦売り物が増えてきて、まあ、一気にアムロね、ATM 近辺も上のところはコールが大きく売られている形。で、一方で、プットもアホみたいに売られているということで、まあ、ざっくり見ると、これ全部ね、ほぼほぼ売りなので、累計だけ見ておくと、まあ、28,750 よりも上なんですよね。このあたりからもうダーッとプット売りが積まれて、28,000に関しては1400枚の売りになってるという状況ですから、まあ、そういう意味では28,750よりも上っ
っていうところで見ている。ただコールの方も売りが入ってるということなので、まあ割とここ相殺して、まあ結局2万8000円よりもね上みたいなバランスになりつつあるんですけれども、まあちょっと2万8000円から2万9000、2、300円ぐらいまでの中で、まあちょっと見ていると。ただねどっちも売りなので、売りプレミアムを取りに来てるような流れ、まあそんな感じでね、非常に難しいポジションの立て方をしているなという気がします。はい、最後は先物です。今日は日経平均マイナスの 2.13%、 トピックスもマイナスの 2.17% というところで、日経平均型ラージプラスミニが1438枚の売り越し、一方でトピックスの先物が1007枚の買い越しということで、まあ差し引きすると431枚の売り越しという形になってます。なのでまあ今日も、まあ、トピックス合算すればそんなに売りも買いもね大きく、先物の中で海外勢という形で集計すると、まあ、そんなに大きく、ね、売りも買いも出ていないということになります。まあ、ちょっとねやはり枚数減ってきてるかなという気はします、今週に入ってね。で、買いと売り個別で見ても、買いの方は UBS かな、 UBS が1795枚、シティが1222枚ということで、まあ、ここだけですかね4桁は。なのでまああんまり、注目するところでもないし、売りの方で見ても JP モルガンが1124、それから、バンクオブアメリカ、メリルリンチが1488という形で、まあここも、4桁で出てるのはもうこれぐらいで、ゴールドマンが引き続き枚数は少ないんですけれども、また月曜日売ってきたということと、クレディスイスも若干売ってきた、で JP モルガンさっき言ったように売ってきた、モルガンスタンレーも売ってきたということで、まあこのあたりが全部先物、今日は枚数多くないですけどね、ちょっと売りからスタートしてるというところは見ておいた方がいいかもしれません。ただちょっとね先週から売り買い拮抗していて、これ先物だけ見ていてもなんかこうどっかがね大きく仕掛けてるみたいな形は見えてこないという状況ですね。はい、それではここからは今日の着眼点ですけれども、まあ今日は日経平均とトピックスを見ていこうというところで、まず日経平均が、小さい、すごい直近のっていうところで見た場合は、小さい方の持ち合いを下抜けしてしまっているということで、もうねこれは明確に短期また下落の方に入ってきたと。ね、なんとかレンジで踏ん張ってたんだけどと。で今日はトピックスの中でもね、トピックスコア30っていうのを見ておこうと思っています。であと最後はね、今日はあまり取り上げませんが、マザーズ引きつけてっていうところがチャンスになってくるよっていうお話もしようかなと思ってます。はい、で日経平均の日足、また再度こちらのチャートですけれども、さっきのね冒頭のチャートのところでご紹介したものに、さらにこの直近の角度のある三角持ち合いを引いた時に、まあ今日残念ながらここをねズドンと割り込んで、まあ大きく下げてきたと。で大きい三角持ち合いは最初のチャートのところでお話をしたように、下限のレンジに近づいてきているよということで、今度こっちを下抜けたらさあ大変だと、もう明確に下落トレンド入りと。ここはね無理やり引いたところで、まあ下抜けたとしてもここで反発すればいいわけですけれども、まあ、ちょっとここを抜けたことでこのあたりでねレンジになって200日超えて上に行くっていう期待が、まあ、残念ながら今日の下落で剥落してしまったなというところですね。はい、まずこの形は覚えておきましょうと。なので日経平均下に走る可能性の方が若干高くなっているので、繰り返しますがここで下げ止まるかどうか、止まらなかった時はもう本当にね、スピード出して下に行くっていう想定でポジション組んだりケアしないといけないよということになります。はい、でこちらはトピックスの日足ですね。トピックスの方も今日200日を割ってきました。ですからトピックスの方がやっぱり形は良かったんですね。200日よりも上の方でちゃんと推移ができていたと。日経平均ね、この辺りが200日で叩かれてましたよね。ここ見ていただくとね、12月8日9日で200日のもう戻り高値ということで、まあ、とっくに200日割ってたんですね、日経平均は。で、トピックスはだいぶ踏ん張って、一旦戻した後、ね、200日の上で移動してたんですけれども、まあ、今日窓を開けての下落。で、窓の開け具合はトピックスの方がちょっと大きくなってるというところをちょっとね、確認をしておきましょう。で、まあ、200日割ってきて、パラボリックの陰転も、まあ、日経平均ほどではないけれども、もうだいぶ縮まってきてるという形になっていて、まあ、直近の安値がね、ちょうど、まあ、1911よりもちょっと上で止まったんです
ですけど、この1911っていうのが非常にトピックスは0時サポでずっと意識をされます。30年ぶりにね、今年の2月とかに、高値を超えた時、2月、3月かな。まあ、高値を超えた時の水準がこれ1911っていうところで、まあ、非常にね、大きな意味を持ってるんですけれども、まあ、なんだかんだね、下げ止まる時ってこの1911のちょっと上ぐらいで止まってて、で、12月の1日もギリギリそこでね、突っ込みかけたんですけど、戻っていったというところなので、まあ、まだね、ちょっと距離はあるんですけれど、もう一段下げて、パラボリックが引転して、ってなってくると、またこの1911というところになるので、ここを割るとトピックスも下に走ってしまうと、ここで下げ止まるかどうかですね。というような、まあ、正念場にトピックスも近づいてると。で、今日はトピックスのコア30というのを持ってきました。まあね、その名の通り、コアになる30銘柄、もう本当にすごく出来高も多い、時価総額も高い、日本を代表する30社が入ってるチャートで、やっぱりね、トピックスのコア30の方がさらに一段強いんですね。何せまだ200日今日の時点でも終わってませんから、日経平均よりもトピックスよりも圧倒的にトピックスコア30の方が強いという形になります。で、その強いコア30も、まあ、パラボリックが引転間際ということになってきていて、まあね、200日で、ね、前回10月の下落は止まったんですけれど、まだちょっと距離ありますが、この200日で止まれるかどうか、まあね、この直近の12月の安値も割り込む形にはなりますけれども、ですので、トピックスコアが200日を突っかけるような展開になると、いよいよ崩れるかもしれないということで、まあ、ちょっとね、トピックスコア30なんかも見ておくといいんじゃないかなと思っています。はい、で、今度はまたね、トピックスに戻っています。今度は一目均衡表の方ですね。まあ、一目均衡表はもうこれとっくに三役逆転になってて、これはまあ日経平均と同じように形が悪い一目均衡表、日足からは売りサインの形になってる。で、注目はこの MACD なんですね。今日ギリギリ耐えてるんですよね。これ日経平均も耐えてるんですけど、ギリギリまだ陽転のまま終えることができたと。まだもう本当にね、シグナルにタッチしてるので、本当にもう陰転間際なんですけど、ギリギリ踏みとどまってる。ただね、残念ながらトピックスのコア30の方は、もう今日の時点で、実はね、こっちの方は MACD が陰転になったんですね。で、ここがちょっと大きなところ。まあ、これ上見比べてみてもらうとね、トピックスはもう雲を抜いて雲の下にいるんですけれども、コア30の方は、まあ、今日を雲を割り込んでしまったということになります。だから今日初めて三役逆転になったんですね。足が雲を突き抜けて下になっている。転換線はもうずっとね、この緑の基準線の下にあって、まあ、だいぶ近づいてきてるんですけど、結局まだ下のままにあるので、ここで2つ目の悪い形で、地高線も今日ぶち抜いてしまったので、3つ目の悪い形ということで、これで三役逆転がなんとトピックスコア30でも確定してしまったということなので、まあ一番ね、強いね、ボスですよ。ボスがやっぱりちょっと一目均衡表でも下落サインになってきたし、 MACD も普通のトピックスよりもね、いち早く陰転サインが灯ったということなので、まあこれもちょっと上値が重い、ないし下落してくるという方向の嫌なニュースの一つですね。で、ただ短期的にはちょっと戻すんじゃないのというね、心の拠り所的にいくと、騰落レシオが今日一気に 73.52 になって、で、また明日も少しね、値上がりが多かった日の足が取れるので、まあ、明日50-50ね、だいたい1100と1100みたいな形であっても、72とかになってくるんですね。なので本当に騰落レシオはもうかなり下に来てるということですから、まあまあね、ちょっと遅効指標ではあるので、すぐに反転したりするわけではないんですけど、もうずっといいところまで来ていて、今日の下げでまたガクンと下がってますからね。まあそろそろそこなんじゃないの、サインその1。で、もう一つは、今日空売り比率がまた 47.6 まで跳ね上がってきました。まあね、2日で1100円下げてるわけですけれども、一気にまた 47.6、 まあ明日また少し下げるようなことがあれば、本当にまたね、50を超えてくるような展開になってくるので、まあそうなるとちょっとしたきっかけでまたね、300円400円ぐらいポーンと戻すというような動きになって、またこの空売り比率が42とか41ぐらいまで下がるっていう、まあ流れになるので、まあそういう意味では一旦少しはね、この辺りで、戻しが入ってもね、押し目買いがあってもおかしくない。ただし今、トピックスコア30も崩れてきたとか、もう明らかに、日経平均もね、崩れてるというところから、もうリターンムーブの動き確定してきてるので、まあ、そういう意味では、戻ったとしても戻り売りの目線でないとね、ダメかなという気はしています。まあ、やはり強く
あのこうね、上のレジスタンスラインを抜けていくような動きにならない限りは、うん、またね上昇の方に目線を変えるっていうのはちょっと難しくなってきたのかなと思っているので、あくまでもちょっと戻ってもね戻り売りだという観点で見ておいた方がいいかなと。で最後マザーズですけど、これは昨日の動画で使ったチャートそのままですね。マザーズ今日もまあこれね昨日のチャートなんですけど、今日も 1.6% 下げてストンと940台までつけてますから、まあいよいよね925から930ぐらいでこの平行チャンネルの下限に来ますから、まあ、このあたりで下げ止まるかどうか、そして昨日のメンバーシップでは、まあ、IPO の話なんかもしています。まあね、週末ぐらいまでに一旦底をつけて反転すれば、ね、少し美味しい利益が取れるかもしれないし、まあ、そのあたりをマザーズ狙っていきたいねというような話ですね。はい。まあ、この辺興味のある方はメンバーシップに入って動画を見てみてください。はい。ということで、まとめです。日経平均直近の、小さな三角を下抜けてしまって、大きな持ち合いも下限ということで、これ正念場ですね。ここ割ったら大変ですよと。で、トピックスも200日移動平均線を割れてきました。そしてMACD も正念場。トピックスコア30の方でも、一足先にMACDで売りサインが点灯ということで、まあ、ここまでね、3つ、どれを見ても上値が重い。もしくは、ちょっとまたね、下に走るかもしれないっていうサインなので、注意をしないといけないですよと。で、一旦わずかな戻り期待ってのもある。まあね、ある程度下げてきてるので。なんですけれども、やはりここは戻り売りのスタンス。まあ、2日で1100円下げてますから、1500円ぐらいまではね、下げてもおかしくないんですが、そっからの戻しはまたね、500円から600円ぐらい。戻すかもしれないけれども、そのあたりが戻り売りのスタンスっていう風に見とかないと、うん、ちょっとね、またそこで買いで入ると、またすぐに、上値抑えられると思うので、まあ、ちょっとそんなイメージでクリスマスに向かっていくのかなという風に見ています。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日の動画も役に立ったぞというところがあれば、ぜひグッドボタンを。そして、毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均の考察をしております。よろしければ、チャンネル登録の方もぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。